ははいどうもドツヤですこんばんば今日ねあの今日っていうか昨日ねあのガチで、あのー、風がちょっとだるすぎてだるすぎてっていうかあの多分昨日のラジオでも言ったと思うけど鼻が詰まりすぎてやばくてさすがにしんどいのでということでちょっと。 ほぼ1日休んで休、あのー、オフとかじゃなくて純粋に休んでたっていう感じおとといは、ね、ただ単にオフだったんだけどあのー、昨日は、ね、もうただただ普通にもう、あのー、何もできなかった感じ、あのー、だ,るだるすぎるのもそうなんだけど、まあね、熱とかはないから、あのー、単純にね寝つけないんよね昨日もあの昨日のラジオでも言ったけど寝つけなくて鼻が詰まってるから。 だからそれがあるからめっちゃ寝不足だからそのいつ寝ちゃうか分かんないんよでしかも寝不足のというかまあほぼオールの状態だったから昨日の昼とかねだからその何もできないよねもうずっとボーっとしてるしみたいなで鼻詰まってボーっとしてるからあのしんどいでしょ普通にでしかも多少喉にも来てたから、まあ、今はちょっと寝たからだいぶ良くなったけどうん何よね だからさすがにちょっと何もできなくてずっとこうまあちょっと元気な時だけツイッターにはじりついててそれ以外の時間はまあずっと寝てるみたいな感じだったからまああのとめるちゃんのねとめえらのねことに関してはちょいちょい追ってたりとか配信とか配信ちょっと見に行けてないんだけどあの寝てたから <laughs> あのー、それ以外はねちょっといろいろ見せさせてもらってるから。 いろいろ、まあ,そのまあ、あとその例のね、フェニックス <laughs>、止めるフェニックスがね、あの爆,爆死したりね <laughs> あの、まあ、あれは多分ね、著作権エラーでやられてるから、<coughs> 多分それが原因だと思うよね。あの著作権エラーで、これなんか、鳴神さばきかなんか言ってたけど、あの著作権エラーの後にそに、別ちゃんで復活したりすると、それ自体が著作権、著作権じゃねえや。 あの, YouTube、の規約に触れるらしいよねだからそのよくさこの前の AV スプラの件でギャーコラ言ってるやつらで「いやお前ら規約破ったんだから」とか言ってるんだけど規約破ったのって多分その著作権違反の規約を破ったわけではないんよね前提としてあの。だってスプラのプレイをするのは別に著作権違反じゃないし。 AV に関してもその会社側から許諾が出てる分だしだからそこに関してあの著作権のエラーはないんよね。ただそのスプラニンテンドーとの,その配信関係の規約とで、まあ、あと YouTube そのものの,あの、まあ、エロ系のね、まあ、これ止めるちゃんの番の,の決定だになったやつだけどそのエロ系のいわゆるセンシティブの,あのエラーがね まあそれがうん、うんまあ、今回の,その争点というか、まあ、今回指摘されてるその規約を破ったんだからに該当するのってそれだと思うよ。言ったらその任天堂のことなのか YouTube のことなのかまあぶっちゃけ任天堂のことは別にどうでもいいよ。だけど YouTube のことに関して言うならそのセンシティブ。 だからら、まあ、言った AV の映像を流してることなニね。で、任天堂側の方で言うんだったら、あのーまあの黒巻きの機能でその背景を透過させて他の映像を映してること自体が問題っていう論,論説もあるんでこれはあの七澤のねアニマルビデオがあれやられた件でもそうなんだけど多分その方向なんよねこれに関しては。 だからまあそっちはちょっともうどうでもいいかなと思ってまあしかもそのもっと闇深いことがあってあのちょっと前置きが長くなるんだけどあの通報でもね虚偽通報っていうのが昔から横行してていれ気に入らないまあチャンネルをそのアンチのやつが潰すためにその手法としてそのこれ自体は昔からめちゃくちゃあるんよねまあただ、この形でバンされることって。 あのー、炎上系とか炎上系はあまりないなあの炎上系をやってる人って基本的にその脇が結構ししっかりしてるんよねだからその何だろう過激な動画でバンされることはあってもその著作権で云々でバンされることはほぼないん,よ、ね、なんだけど、あのー、過激じゃなくてちょっと迷惑系のやつとかってその。 炎上系ってさ言ったら恋に炎上させることによってそのビューを稼ぐことが目的だからあれなんだけどその迷惑系って結構かまちょなところがあるからそのやっぱりその分ねそのいろんなところの脇が甘いしガバガババないよねだからそ,のそういうところを疲れて著作権へ例えば音楽とかあの映っちゃいけないものだとかそういうもの で虚偽通報をするっていう図式で潰されたっていうケースが多々あってそういう潰され方をした人ってそのあ新しくチャンネルを立ち上げることができないよでできないというかできるんだけどやってもまたその裁判されるんよまあ言ったら A 版みたいな形になっちゃうんよあのツイッターとかで言うとこの。で あのー、今回のとめるちゃんのケースはそれに該当するんじゃねえかっていうことなんだけどそ,のそもそもさっきも言ったけど著作権侵害があるとは思えないよねだから虚偽通報なんよこれって、うん。まあ言ったらそのエロだけではその今回の、ね、AV スプラの参加者を潰すのにちょっとパワーが弱いからそっちからその著,作著作権保持者を主張して。 あのー、そっちの方向から潰すっていう手法を取ってるやつらが多分無数にいるんよねその結果なんよ今回の,あの次から次へバーンされてるまあ次から次へバーンされてるのは、まあ、炎上したからっていうのもあるんだけど、あのー、それ以上に、あのー、警告ストライクの数が多すぎるんよ止めるちゃんにしても他の人にしても。 まあ他の人に関してはまだちょっとあの出てない話とかもあるからちょっと言えない部分もあるんだけどあの多すぎるんよ回数がそんなに来ることないししかもさっきも言ったけど著作権のエラーなんてないからおかしいよね基本的にだからうーんなんか妙な挙動をしてるからやっぱりこれはやっぱその物量作戦の汚いやり口だなと思うよねそれで正義面してるんだから立ち悪いよねっていうことねはい。 で今日これ、まあ、テーマでもなんでもないんだけど、これ、サムネね、これ、お生ほってタイトルにして、これは生星ちゃんの、えー、とファンアートなんだけど、ちょっと可愛かったんで、これに使った、あのー、生星ちゃんが、まあ、言ったらさ、俺、とめるちゃんが今、話題になってるやんか、で、俺も最近さ、とめるちゃんのその話を何度かして、まあまあ、AV スプラの件でしてたりするから、でまあ、生星ちゃんも俺もたまに見てるんよね、そのとめるちゃんとしてで、この2人って結構、 そのセットその生意気コラボみたいなこと言ってたけど2人セットみたいなとこあってもともと生星ちゃんが先に真相組にいたんだけどもともとニコ生時代にこの2人って仲良くてもともと親友というか一緒に、まあ、一緒にというか仲良かったらしいよねでそ,れがその関係があったから生星ちゃんが誘ったんよトルちゃんをねだからそういう関係だからもともとめちゃくちゃこの2人って結構つながりが深くて。 でまあ、こういう件もあってもいろいろあるんだけど特に真相組って結構その前世ネタとかが緩いから、あのーまあ、実際さ今回の件でさ普通に前世赤とかが思いっきり前に出てきちゃってるじゃん言わないけどさすがにちょっと言うのこういうので言うの良くないから言わないけどそのトめるちゃんとかその生星ちゃんとかのやつが出てきてるから鍵とかも解除したりとかしてるから、まあ、なんかねそういうこともあってさこの2人のねなんかつながりというか。 なんかそういうのがさ定々、まあ、とかじゃなくてさそのなんか由利的なのとかじゃなくて単純になんかいいなと思ってエ,いエモいなっていう感じよねどっちかっていうとね。うん、で2人とも面白いんよやっぱりその配信が長いだけあってね、まあ、他のねねネネ丸様とかさあのー、なんだクッコロ説ねえとか、まあ、あとお嬢様とか DWU お嬢様とか。 そのノラーラとかみんな面白いんだけどでもやっぱ俺この2人がやっぱ両巨頭だなって俺の中ではその深層組で言ったらその好きなのはこの2人がメインならまあその次でノラーラぐらいかなっていう感じだよね。だからなんかまあ特にとめるちゃんに関してはその深層組で最初に知った子だしでその次に生星しいちゃんを知ってるから だ、ね、この2人何かいいよねって思うなんかその今回のそのチャンネル版とか炎上とかいろいろあった後のあの2人の絡みとかまあノラーラとの絡みも面白いんだけどねあの今ちょっとツイッター見てもらったら分かるけどその絡みとかその煽り合いとかも面白いんだけどその生星ちゃんとの絡みとかもめちゃくちゃ好きでうん,なんかいいなと思ったりしてるからちょっとこのイラストちょっとまああとこのねその立ち絵というか あのビジュアルに関して言うならとめるちゃんよりどっちかというと生星ちゃんの方が俺好きだからこのデザイン的にはだからまあそういう意味もあって今回はまあちょっと話も触れるしと思ってその話をさせてもらいました。はいロズティアでしたバーイ